どうもおはようからこんばんは、殿でござる。マインクラフトプレイステーション4エディション、さあ、まあ、いわゆるシーズン2始めていきましょう。で、私がじゃあ、まあ、このシーズン2で何をやるかと言いますと、まあ、前回はまあ普通の、まあ、ランダムでマップを作って、でウサギハウス作りましたよね。で、今回じゃあ何をやるか、まあ、まずはね、最初に言っておく、あの資源がない資源が全くない、まあ、全くなかったのも、まあ、なんで、まあ、実はクリエイティブモードで、まあ、多少の物資は追加しておいたんですよね。で、私が前回の、まあ、シーズン1とは名付けていないんですけれども、あのウサギハウスを作っていたマインクラフトの途中で、まあ、ちょっとオープニングでこうウサギがいっぱい飛び出してきたみたいなシーン、まああったかなまああの動画を上げたのが多分去年か今年が始まってぐらいだったので、まだまだ見ていない方多いとは思います。まあ、あの頃はまだまだ100人ぐらいだったんですけれども、あ、チャンネル登録数ね。で、まあ、そこから成長しまして、まあ、今回、まあ、久々にマインクラフトやっていきたいとずっと思ってて、で、この物資が何もない企画も、まあ、ずっと温めておいたんですけれども、まあ、まずあらかじめ言うのは、まあ、まず私が始めていく場所、それは孤島です。まあ、とある実況者さんの、まあ、有名な方のお名前でこうワールドを作ると、あの孤島ができるんですけれども、そこには物資がほとんどなく、まあ、限られた土地と、あとは限られた資源を使って、まあ、クラフトしていこうとは思っているんですけれども、今アップデートがあったのかな、まあ、新しくその世界を作ろうとしたら作れなかったんですよね。一応シード地はあるんですけれども、それを設定しても普通のマップになるので、まあ、しょうがなく、まあ、その過去のシーズンで撮っていた、まあ、冒頭で撮っていたシーンのために、まあ、やっていたことかな、そこのデータを引き継いでやっています。なので若干こう発展、まあ、発展はしてないけれども、まあ、若干進んでいるところからのスタートになるのはご了承ください。で、じゃあどんな世界かと言いますと、こちらこんな感じなんですよあのね、前ね、そのウサギがいっぱい飛び出してきたっていうシーンあったと思うんですけれども、まあ、そこを掘っていた場所、まあ、多分この辺かな、この辺からスタートしていたんですけれども、まあ、それも寂しいので、まあ、ある程度こう村人、まあ、2人追加して、あとはウサギで、実はこの島、まあ、最初にあったのがいわゆる 雑草と、あとこの普通のカシの木かなが1本だけここに立っていたんですよ。で、向こうも木がなくて、あのサトウキビがあるだけという、まあ、そんなね、もう限られた資源のマップで、まあ、果たしてどれだけのことができるのか、まあ、何を作るかっていうのを、まあ、完成形はあるというイメージはしているんですけれども、まあ、ご覧の通りこれだけしか物資がないので、まあ、一体どこまで、まあ、果たして何パート使うかはさっぱり分かりませんで、この、まあ、私がこの動画を撮影しているちょっと前にプレイステーション4のアップデートが来て、バージョンが 4.0 になりまして、で、この録画も、まあ、大体、まあ、1時間ぐらい撮影できるんで、まあ、その辺雑談とかもろもろ話をしながら、必要のない部分はカットをしながら、まあ、ちょうどいい時間になるようにお送りしていこうとは思います。さあ、日が沈んできている、もう少しで寝る時間だが、まあ、もうちょっと島の紹介をしていこうかな。で、マップですけれども、こちらだいたい埋めてあるんですが、こんな感じなんですよ。今私がいるのがここで、見ているこの島がこのポツンとある、あとは右上と左下下にちょこっとあって、で、右の方に見えている島はいわゆるキノコ島なんですよね。あっちにうっすら影がこうやったら見えていると思うんですけれども、そこしかないこの状況下でやっていく、いやー、非常に厳しいとは思いませんかちょっと待って、寝よう。まだ石炭も見つけていないからな。で、多分ね、そういう平原とかのバイオームじゃないから、動物もリスポーンしないかもしれないんですよね。まあ、そういうのもあってか、まあ、ウサギを追加して、いや、殺さないウサギは私大好きなんで、あの殺してあのウサギの肉を取るみたいな、そんなむごいことはしない。で、一応家は作ってあるんですけれども、まあ、家と認識できるほどのものではないの村人よ。シャベルか、エメラルド自体ないんですがね。でも石炭と交換はありがたいぞ。まあ、見つけるまでどれだけ時間がかかるかはわからないが、まあ、そんな世界でやっていくこのマインクラフト、そうだな、もう走れるほどの体力はないんですよね。よいしょ。
とりあえずは向こうの島に木が生えているので、それを回収しに行こうとは思う。まあ、できればね、橋をつなげていくとかいろいろやってはいきたいんですが、果たして、まあ、先ほども言いました通り何パートかかるかはさっぱり私にもわからないまあ毎週日曜日に上げるつもりでやってはいるんですけれども、まあ、果たして、まあ、動画にできるほどのものができるかどうか。砂が貴重なんですよね。ガラスを作っていきたいんですが、この辺のしか回収はできない。まずはサトウキビ、まあ、砂糖を作って、まあ、何ができるかはわからないが、まあ、紙はできるからな。とりあえずは、まあ、ここで、まあ、育てるよりかは向こうの島の方がいい。ね、これだけしかないんですよ、本当。羊すらもいないから、まあ、果たしてね、リクエストでお城を作ってほしいとか城下町とかもありましたが、そこまでできるかどうか、まあ、ある程度発展して、まあ、そこに到達できるところまで来れば、まあ、クリエイティブモードに切り替えて、まあ、いろいろ物資を追加しながらやっていこうとも考えてはいます。でね、雑草しかないので、そこで小麦が取れるんですが、あのパンを作るところまではあの無理なんですよね。しばらく時間がかかってしまう。でここでこうやって耕して作ってはいるんですが、まだまだ成長はしていない。まあ、この辺にサトウキビ植えていこう。今のところ手持ちの物資、まあ、頭皮とか、あとは、ね、あのヒイラギ、まあ、この辺は追加したんですよ。まあ、なぜかというと、カシの木だけでは、まあ、非常に寂しいので、まあ、しょうがない。まあ、その辺はご了承ください。本当、初期状態でやると、本当に殺風景な世界しか作れないので、まあ、そんな感じでやっていく、このシーズン2、孤島ライフ。どうしよう。まずはね、家をね、ちょっと大きくしようか。ある程度、こう、村人が家と認識できるぐらいの大きさにはしていかないとはいけないとは思う。まあ、一応、斧は作ってあるんだが、まあ、PS4 版なんで、いろいろこう、モッドを入れたいっていうことは不可能なので、まあ、このバニラの状態かつ、まあ、あれだな。まあ、今の状態で、じゃあ、どこまでできるのかっていうのも、まあ、腕の見せどころではあるが、と言いつつも、腕は全くないこの私。まあ、マインクラフトの動画っていうと、まあ、前にあげたウサギハウスかな。あとは、ウサギハウスの前に実は、まあ、私が個人的にプレイして、あの村を発展させた動画上げているとは、まあ、上げているんですけれども、まあ、相当昔の動画なんで、あ、そういえばあれって、あの私がその発展させた町を紹介しますっていう動画、あれ実はね、私が声を入れて実況した初めての動画なんですよね。まあ、そういう結構、まあ、思い入れ深い、まあ、動画ではございますが、まあ、あれから1年以上経ってはいますが、まあ成長したかなって思う部分はありますが、まあ、その分ね、このマインクラフトを通してどこまでできるかというのは、まあ、私の、まあ、先ほど言いました通り腕の見せ所ではございますが、とりあえずこの家急いで作った家だから、まあ、ほとんど家としての、まあ、機能は果たしてはいないが、とりあえずは向こうに作っているこの頭皮の木で作った家、こちらを拡大していこうとは思う。で、まあ、じゃあどうやって発展していくかというと、まあ、ひたすらこの地下を掘り進んでいって物資を取りながらやっていく形にはなるんですけれども、まあ、村人増やしていきたいですよね。で、私が過去のマインクラフトの動画でも言った通り、村人がいないと私嫌なんですよまあ、こんな見た目で、まあ、性別の男か女かわからない、よくわからない、まあ、まあこの村人、もともと初期状態であった村を発展させて、まあ、その村を拡大しながら生活するっていうやり方が私が一番好きなやり方なんですよね。なので私がこうやってマインクラフトを実況するにおいて村人というのは必要不可欠っていうかね、寂しいんですよね。ねえ村人さん、君は何と交換できる？エメラルド。とか言うなよあのこの少ないこのね人数でこの限られた島でやっていくんですから、これからね仲良くしていかないといけないですよ。で、頭皮の木、あとはカシの木が、まあ必要最低限の素材で果たしてどこまでできるか、一応村として形成できるぐらいは拡大してはいきたいところだが、ふむ、もうないぞあとはアカシアの木、カシの木か、原木か、まあ、64個あればそこそこのものは作れるとは思うが、おや、もう私の空腹ゲージもうそろそろもうゼロになる。ダメージは食らっていく。モンスターはリスポーンしないとは思うが、リスポーンしないっていうか、まあ寝るのでまあ現れないとは思うが、
とりあえずは斧が欲しい。ね、石もまだまだ取っていない状態ですよ。ほんとこうちょこっとプレイしただけで終わっているんで、まあほぼ初期状態に近い形でできるとは思いますが、まあさすがにね、本当の初期状態は限られすぎていて、私がきちっとまあ動画として作れるかって言ったら自信はないので、まあ皆さんには申し訳ないが、まあ先ほども言いました通り、こうやってある程度物資を追加したまあ現在の状態でやらせていただきます。だってね、木が1本しかない状態で苗木がじゃあ取れなかったら終了ですもんね。とりあえずは、頭皮の火は回収して、ヒイラギの木、色合い的にはね、私ヒ、カシの木かなが好きなんですよね。カシだね、ヒイラギか。まあこんな感じで作っていくか。村人さん、ちゃんと家と認識してくれるかな。とりあえずまあ見た目はほとんどこだわってはいないが、ね、最初まあ物資がない中で作っているんで、その辺こう結構まあバラバラな家ができてしまうのはご了承ください。さてこんなものかな。あ、でもね、多少はこだわりたい。さあ空腹ゲージがゼロになった。あ、ここから徐々に私はダメージを受けていく。ゆくゆくは落下ダメージを受けると死んでしまう。体力にはなるが、とりあえずまあ家はまあこんな感じで作ってはいるんですけれども、まあとりあえず初期状態だと、まあ先ほど言いました通り、動物はリスポーンしない、つまりは羊がいない、イコールベッドが作れない。さすがにその状態で夜を明かすと相当長いあの実況時間になるんで、それは避けたいので、まあこうやってまあベッドは追加してはいるんですけれども、いや痛いな、まだ食い物ないかな。まだ育たないかな。せめてパンぐらい作れるようにはしたいが。さあぼちぼち夜になってくる。村人さん、そろそろ帰る時だと思いますが、痛いな。極力落下ダメージを負わないように頑張ってはいこうとは思います。さて朝になりました。村人たちがかなりこの家を気になっている様子。まあね、ちょこっとずつ発展はさせてはいきたいんですが、要はね、明かりがまずないんですよね。落下ダメージも怖い。村人が上がってこないようにこの辺の土は壊しておこう。さてと外観だけはまあ簡単にできたが、あとは下か。まあね、節約のためならハーフブロックっていうのもありだが、とりあえずは地面は埋めさせてもらいましょう。お、村人が入ってきた。どうだこの家、気になるか。まあ、かなり住みづらいとは思うが。しかも明かりがない。どうだろう、村人ってどこまで増えるかな。さすがにこんな場所であの村人の無限増殖器みたいなのを作るのは、まあ、かなり難しいとは思うが、ちょっとどいてくれ。この辺か。よし、じゃあな。ウサギちゃんがいるのはいいんですけれども、あの人参とかないんですよね。ゾンビから倒して得るしかない。果たしてもうこんな状態でどんどん進めていくことが可能なのか。まあ私自身相当不安な中この実況を始めてはおりますが、粘土もあるかな。これは何だろう。あ、一応あるな。一応あってもレンガは多分ほとんど作れないとは思う。しかも草ももう全部買っているので、もうこれ以上小麦の収穫は不可能。今ここにあるのだけでやっていかないとはいけない。まあ、ゾンビから倒せば何か落とすかもしれないが、まあいい、とりあえずは石を探す。あ、ピッケルも作っていない。しかも走れないということは、まあ、大きなジャンプもできない。さてシャベルを作ったぞ。どうやらシャベルは西日本と東日本では言い方が違う様子。どうなのね、シャベルとスコップどっちだろう。私はどうだろうね、西日本出身ですけれども、私はあれかな、シャベルかな、いやスコップだな、もうどっちだっていうね。とりあえず石を手に入れよう。明かりがないんですよね。まあ木を燃やせばいい話ではあるが、まずはそのためのかまどを作らないといけない。夜も作業できるようにするにはね、まずは明かりが必要ですもんね。
こうやって運よく石炭を見つけることができればいいが、さて多少石は集まったと思うので、じゃあかまどを作っていこう。もう本当にこんな初期状態からちょっと始めてしまっているのは申し訳ないとは思うが、あとは原木、アカシアはもういいかな。逆だ、燃料がこっちで、でこれをくべる。まあこれくらいしかできないかな。さて、まあ木炭を作ってやっと松明16本作れました。まずは明かり。さあこれであれだな、まあある程度光も差し込んでいるので村人がまあ家と認識するでしょう。で私はこのままこちらを掘り進んでいく。まあここまで掘ってはいるが暗いな。さて石を掘り進めてはおりますが、実は私このマップ、まあ、若干この先もプレイしたことはあるんですけれども、この下に、要は洞窟があるんですよね。ただ洞窟探索しに行くにしても、こうやって体力がない状態のまま行くと非常に危ないんですよね。だからできるだけこうパンを作って行きたいところではあるが、さて木のピッケルが壊れた、まあ、そろそろ石のツルハシを作っていきたいところではあるが、とりあえず木炭ができた。これでなんとか明かりは確保できる。おっと木の棒がなかったか。で石のツルハシ、いや落下ダメージに気をつけていくよ。もうちょっとでもねピチっていっちゃうともうすぐ死んじゃうからな。いや皆さんは結構マインクラフトやり込んでいる方、まあ視聴者の中にも多いとは思いますが、まあその辺ね、まあいろいろ言いたいことはあるとは思うんですが、私の自由にさせてもらえると幸いです。まあ言うてね、マインクラフトをプレイステーション3エディションからやってはいるが、まあ PC 版は私はやってはいないんですよね。一応 PC ゲームもある程度持っては、まあ、スカイリムもろもろ持ってはいるんですが、まあスペックがまあそこまでよろしくはないので、まあモッドは入れないこのプレイステーション4のバニラでやっていこうとは思っています。